こんにちは、Fスタの丸山です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、めちゃくちゃ今更なんですけども、2023年ベスト映画10選お届けしようと思います。もう年明けちゃってね、もう仕事始まってる人多いでしょうからね、2023年のことなんてもうほとんどの人が考えてないと思うんですけど、僕はねまだやってました、2023年をね。言うてもそんなねむちゃくちゃ見てたわけじゃないんですけど、なんですけどもね、まあ一応10本をお届けしようかなと思いますね。はい、まあランキングって感じじゃないです。10本いいもの10本持ってきましたっていう感じなんで、まあ見てないものがあったらね見てほしいなと思いますし、あと動画化してないね作品も含まれますんで、よければね最後の方まで見てもらえたらいいかなと思います。それじゃあやっていきましょう。一本目はですね、バビロンですね。はい。結構賛否両論っていうかね、本当なんだこれみたいな言う人結構思ったよりいたんですけど、それでもやっぱ好きかなという感じですね。はい。デミアン・チャゼルにそれ祝いたくないよみたいなこと言う人もいたんですけど、まあそんなにね、そもそも僕としては映画監督として、もう職業としてそれをやってる時点でもうすげえ人だと思ってるんで、なんか押し付けがましさみたいなものはあんま感じなかったですね。で、セッションの時のね、あの時のパワフルさみたいなものがまた見れてね、僕としては嬉しかった作品でございますね。結構パンパンやっていかないと長くなっちゃうな。はい、次いきます。はい、次はですね、キラーズ・オブ・ザ・フラームーンですね。これ文句なしなんじゃないですかね。てかなんならアカデミー賞どうなんだろうね、取りそうなんですかね。職人芸というか、まあいろいろさらっとねやってのける感じがねもう異常だなと思いました。とんでもないっす。はい、スコセッシやっぱすごいんだなっていうね。はい、最新作でちゃんとねめちゃめちゃ面白いもの持ってきてくれるっていうね。あとまあ3時間半ぐらいありましたっけ尺。まあそれもね全く気にならなかったですね。本当必要な尺だったなと思いましたね、あの長さも。で最後のあの演出にもうとてもハッとさせられるというか、唖然とするっていう感じ。食らった映画としてはナンバーワンだったんじゃないかなと思いますね。はい、もう帰り道本当にもう唖然としながら帰った、その思い出がとてもありますね。次はね、グランツーリスモでございます。これ9月ぐらいに見たからね結構、記憶にも新しいんですけども、ニール・ブロムカンプやっぱいつも新しい見せ方で、いろいろ見せてくれるんで、車のパーツがガチャガチャこう来て車が組み上がっていく、それを逆手に取った演出もその後あったりして、シームレスに見せる見せ方がとてもうまかった作品ですね、あの作品は。はい、でそれでいてスポコンですね。スポコンもやれるというね、この厚さ、はい、その厚さも備わってる。はい、かなり良かったっすね僕としてはね。ニール・ブロムカンプマジで復活の一作と言っていいと思います。次はですね、ブルージャイアント、これを10本の中に入れようと思います。はい、僕はねレビューの時に結構いろいろ言ってるんですけど、はい、結構言っちゃってるんですけど、でも今年これ以上泣いた作品ってないんですよね。はい、ブルージャイアントダントツで一番泣いてるというか、もう序盤から終盤までずっと泣いてるんで、これ以上ないんじゃないかなと思いますね、こういう作品は。はい、ただやっぱりその僕としてはそのやっぱ音楽系のね、しかもライブ映像を、作る、ディレクターなんで、やっぱり気になってくる部分はねやっぱ職業柄あるんですけど、それでも揺さぶられるものはね、かなりある作品だったなと思いますね。あと音楽もやっぱむちゃくちゃ良かったっすね、振り返ってみて。うん、これ以上の音楽あんまなかったと思いますね。うん、やっぱ上原ひろみすげえなっていう感じでございますね。今回の10本は結構なんだろう、いろんな人に第二でもおすすめできるようなものを割と選んでみたんですけど、まあその中でバビロンとか入っててねよくわかんないですけど、ブルージャイアントはまあ誰にでもおすすめやすい作品だったなというところで10本に入れてみましたという感じでございますね。続きまして、ダンジョン&ドラゴンズですね。はい、これあの配信でね追っかけで見たんですけど、めちゃくちゃ楽しかったっすねこれ。はい、マジであの普通にね見に行けばよかったなとめちゃくちゃ後悔しました。吹き替えの予告は結構地雷集すごかったからねスルーしてる人かなり多かったと思うんですけど、これは面白い、楽しい。今年ねあのガーディアンズの3作目もやりましたけど、なんかガーディアンズでやってほしかったものがこの作品の中にすごい詰まってたなと思いましたね。はい、でドタバタで結構アホなんだけど仲間みたいな仲間の良さ、チームワークみたいなところもあったり、まあガーディアンズとちょっと違うのはその中世みたいなね、
でドラゴンも出てくるって感じで考えるとやっぱ、ゲームオブスローンズ、ロードオブザリングとかあの辺の中世の、ヨーロッパっぽい、感じ、結構重厚でね真面目になりやすい題材で、あそこまでふざけてるってのが結構斬新でね楽しいポイントであったかなと思いましたね。とにかくノリが良くて軽く見れる、でもちゃんと作り込まれてて、素晴らしい作品だったなと思いました。次はですねザ・キラーでございます。はい、これもいつだっけ、10月か11月ぐらいにレビューしたと思うんですけど、いやこれやっぱねとんでもないっすよ。映像も音楽もあと俳優もねとっても良かった。結構コメディっちゃコメディの作品なんですけど、シリアスものの作品だったら結構群抜いてんじゃないかなと思います。なんつったってデビッド・フィンチャーですからね。はい、もうシリアスとかスリラー、サスペンス、みたいなところをやらしたらもう最強ですから、あの人は。やっぱ撮影だね、撮影がダントツで良かったっすね、この作品はね。痺れまくりました。はい、絵がもう決まりまくってますねずっと。で音楽、トレント・レズナーですね。いやー今年トレント・レズナーなんじゃない、トレント・レズナーとアッティカス・ロスだっけ。はい、もうあの二人の音楽本当にかっこいいですね。めちゃくちゃクールです。この音楽と映像これが良すぎるんで、もう言わずもがな、10本入りという感じですね。最高でした。まあ自伝的とも取れるなんか話の内容っていうところも、デビッド・フィンチャーこういうのあんまなかったんでね、これは面白いポイントだったなというところですね。ここもてな感じです。はい、ザ・キラーでございました。はい、続いてはですねスパイダーバースでございます。こんなエンタメしてるのに絵がかなり攻めまくってるというね、これはとんでもない異常なレベルですね。計算されてるのはもうアニメーション映画なんで当たり前なんですけども、それにプラスしてねアート要素というか、まあ手札引き出しですね、そこがとんでもなく多いというね、これはどうなってんだと、ある種サイケデリックな作品だったなと思います。スパイダーパンクがね良すぎましたね。このキャラクターがねちょっと好きすぎる、フッテージっていうかそのつなぎ合わせるコラージュねみたいな、デザインもめちゃめちゃ好みだしね、最高でしたっていうところですね。はい、まあ、詳しくはレビューで話してますんで見てくださいという感じでございます。続きまして怪物ですね。是枝さんの最新作でございました。やっぱこれ方がダントツだったんじゃないかなと思いますね。まあ、単純にね、話の構成というか、作りがめちゃめちゃ面白いなと思うし、そこで引っ張られて最終的にめちゃ尊い話になっていくというね、このギミックっていうか、この展開がやっぱ、ずるいなという感じでございましたね。他の作品とかいろいろ見て、ドラマとかも今年はいろいろ見たんですけど、方がね、なんですけどやっぱ子役の演技がダントツ、やっぱり桁違うなっていうのね、めちゃくちゃ思いましたね。是枝さんやっぱりすごいんだなというところを、他の作品見て感じたというところでございましたね。是枝さんの現場はね笑顔が多いみたいなパンフレットだったかな、それで見たと思うんですけど、やっぱその現場回す、現場の雰囲気作りが本当に上手い人なんだなというのをね、かなり思った作品でございます。続きまして、ミュータントタートルズミュータントパニックでございます。今年はねやっぱねスパイダーバースがダントツだったんで、アニメ映画でいうとかなり分が悪いなと思うんですよね、今年タートルズ公開したっていうのが。なんですけどもやっぱそれでもやっぱ差別化がすごくできてるというか、やっぱ自分たちの色、タートルズの絵っていうものをちゃんと持って出てきたし、ヒップホップのイズムですね、そこを全体的にベースの部分にちゃんとしっかりある作品になってたなと思います。キャラクターが落書きっぽい感じ、ちょっと雑に描いてあるキャラクターの絵だったり、下水道で生活してるっていうね、まあそれはもうコミックの元々の設定ですけど、そういうところだとか、まあそういうねいろんなところでいろんそのヒップホップのイズムをねめちゃめちゃ感じまして、それがあこれがヒップホップかっていう、なんていうかね、この映画を通してヒップホップっていうのをちょっと感じれたなとっていうのと、さっきの、まあ、ザ・キラーもそうなんですけど、このタートルズの音楽もトレント・レズナーとアティカス・ロスがやってまして、やっぱこの人たちの年だったなと思います。はい、2本続けて超最高の音楽、しかもこっちは結構ね毛色を変えてきた8ビット、まあ、ゲーム調ですね。はい、スーファミみたいなそういうねエフェクトをかけて全体的にアレンジしてまして、それも最高だったなと思います。本当にいい音楽です。クライマックスの部分、まあ僕は好きなんですけど、こう街が一体になってる感じもすごく良かったなと思います。まあ差別とかそういったものに打ち勝った瞬間みたいなものが見れてね、僕は好きでしたね。まあ綺麗事かもしれない、
綺麗事、理想の話をしてるだけかもしんないけど、まあ映画の中ぐらいね、理想を描かせてほしいなと思ってるタイプの人なんで、はい、あそこのシーンはとても良かったんじゃないかなと思います。じゃあ最後ですね、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスでございます。これでしょやっぱりランキングつけるとしたら1位だなと思いますね。やっぱエブエブが10本選ぶのを考えた時に、やっぱふとね、パッと出てくるのがやっぱエブエブだったなと思いますね。3月だったかな、公開は2月だったっけな。でそんな前の作品だけども、やっぱめちゃくちゃ覚えてるし、記憶にすごい残ってるんですよね、はい、この作品が、ね、あと音楽ね、サンラックスだっけな、あの音楽も超良くて、今年ねアルバムが出てて、これ聞いてたんですけど、このアルバムもめちゃくちゃ良くて、まあこれはまあ別でどっかでいつか紹介するとして、音楽も良かったですという感じだし、9月ぐらいだっけな、ネットフリックスに上がってきたんで、見てたんですよ。僕結構ご飯ね、外で食べる時に映画見ながらご飯食べるんですけど、最初ねラーメン屋でね、エブエブ見ながら食ってて、あやばいわってやって、これ泣くなと思って途中でやめたんですよで後日ね日高屋行ってね、そこで、ね、まあもう大丈夫だろうと思って見ながら食べたんですけど、見事に泣きましたね、あの階段のシーンでねあの階段の救済していくシーンでね、もう号泣ですよ、一人で。普通にやばい客でしょ、はい、心なしかいつもよりね塩気が多かった気がしますね、担々麺ね、はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、ダニエルズが、やっぱミュージックビデオ出身のね、監督なわけですよ、バトルズとかまあいろいろ撮ってるんですけど、今までそのミュージックビデオ出身の監督って何人かいましたよね。あのミシェル・ゴンドリーとか、あとスパイク・ジョーンズとかね、あの辺の人たちですよ、はい、ちょっとインディーっぽいというか、めちゃめちゃ面白い発想のある、演出をね結構どっかでいつも入れてくれるようなタイプの人が多いんですよね。まあもっと言うとあれか、デビッド・フィンチャーも一応ミュージックビデオ出身かな、リドリー・スコットもまあそれで言うとそうかもしれないなという感じがあったりして、まあ、80年代ぐらいからまあ脈々とねそういう人たちが続いてるんですけど、まあ僕もミュージックビデオだったりを撮りたくて、映像の世界に入った人間なんで、やっぱそういうね脈々と続いたこの歴史の中で、最新のめちゃめちゃ新しい発想のね映画を撮って、それがアカデミー賞を取ったっていうのもめちゃめちゃ感慨深いなと思ったりしてますね。そういうところもなんか割とプラスされてます、僕の中では。本当に思い出深い作品だったなと思います。どうでした？はい、っていう感じですね。まあそんなにねめちゃくちゃ見てるわけじゃなかったんですけど、なんだかんだ今年ね、はい、なんですけど、まあまあこの10本で行かせてくださいという感じです。よかったら、皆さんのベスト映画コメント欄で教えてください。そしてよければ高評価チャンネル登録お願いいたします。 X やってたり、サブスクで音源も配信してたりしますんで、概要欄の方から見てみてください。それじゃあまた。